美しい海を未来に残せる上に、この取り組みの周辺の人の環境への意識も高まります。高校生が SDGs の取り組みやアイデアを競う SDGs クエスト未来甲子園、2回目の今年は県内の高校64チーム230人が応募しました。おめでとうございます。最優秀賞に選ばれた総高校が発表したのが、小中カスではこういった活用方法が全くないのが現状です。焼酎を作るときに廃棄される焼酎カスを使ってポリ袋を作るアイデアです。昼休みの保健室、この日集まったのは学校の保健委員会の生徒たちです。2年生の野崎良太郎さんと1年生の新田匠さん、2人とも部活は科学部で、今回同じ保健委員会の仲間とともにコンテストに出場しました。野崎さんと新田さんが自然の素材などからポリ袋を作ろうと思い立ったのは、2020年に始まったレジ袋の有料化がきっかけでした。先生、フェイスシールドってあともう1個あります。どうやってポリ袋を作るか考えていた2人、科学部の先生から普段見かける雑草に繊維の元になる物質セルロースが含まれていることを教わりました。そこで2人は身近に生えていたシロツメ草からセルロースを取り出し、ポリ袋の原料にすることにしました。しかし、ずっと研究してきてやっぱできないってなって、ちょっともうもんもんとした日々を送ってて、ちょっと辛かったですね。シロツメ草を薬品につけて溶かす時間の調整が難しく、繊維の元になる物質をうまく取り出せません。5ヶ月が過ぎたある日、薬品につけたまま置きっぱなしにしていたシロツメ草を見てヒントを得ます。一番ひどいぐらいで、もう全然サラサラで、もうどうしようってなって、でも待ってよってなって、逆にこれで短くしたらいいんじゃないかっていう発想で、これまで失敗のたびにシロツメ草を溶かす時間を長くしてきましたが、化学反応が進みすぎてしまって物質を取り出せませんでした。そこで溶かす時間を短くしてみること2週間。いや、サラサラでした。シロツメ草から物質を取り出し乾燥させ、世界で初めて雑草から繊維のレーヨンを作ることに成功。環境に優しいポリ袋を作る第一歩を踏み出しました。地元の酒造会社岩川醸造です。焼酎を作る際に捨てていた焼酎カスの処理に悩んでいて、この声が野崎さんと新田さんの2人に届きました。焼酎カスってどうしても焼酎を作る上でどうしてもこう出てくるものでして、焼酎の業界全体がやっぱり抱える問題としてあると。岩川醸造で廃棄される焼酎カスは年間およそ7000キロリットル。処理業者に回収を依頼し、年間で数千万円ものコストがかかっていました。焼酎カスにもセルロースは大量に含まれており、焼酎カスは非常に魅力的な研究題材です。野崎さんと新田さんはシロツメ草で成功した技術を食物繊維の多い焼酎カスにも応用できないかと考えました。自分たちのプランが世界を笑顔にすることができる可能性を秘めていると確信しています。地元の本当高校生の皆様がこういう課題に取り組んでいただいたことにすごく嬉しいなというふうに思いましたし、この創始というところの全体の PR にもなったんじゃないかなというふうに思いますし、こちらが焼酎の製造過程で発生する焼酎カスです。今週、焼酎カスから繊維を作り出す新たな挑戦が始まりました。あ、焼酎だ、焼酎ですよ。ああ、焼酎ですよね。
下の方に堆積物が溜まってるんじゃないですか、これ。繊維が入ってるんだったら結構草もその雑草とかも繊維が集まってできてるものなので期待はできるかなと思います。自然の素材からポリ袋を作りたい、研究は始まったばかりです。高校生から自らこういった実験とかをして結果を出して、もっと創始を創始のそういった小中業界とかをもっと盛り上げていけるように頑張っていきたいと思います。焼酎粕もたくさん捨てられてきた現状をまずはたくさんの人に知ってもらって、その現状を変えるために高校生がいろいろな活動をしているってことを知ってもらいたいと思います。